方で始まりましたモテチャンネル。さあ今回はお知らせでございます。いよいよですね、共通テスト対策本がですね発売されることになりました。ありがとうございます。こちらの2冊です。はい、出ました。大学入学共通テスト英語リスニングと大学入学共通テスト英語リーディングという形でですね、発売日は11月26日になります。来月の26日になります。私の弟の誕生日どうでもいいです。で、予約がもうすでにね Amazon では始まっておりますので、前にねこのチャンネルで表紙どれがいいですか選んでくださいっていうので一番多かったになりました。最近のねよくある参考書の男の子とか女の子とかの漫画のやつじゃなくて歩くっぽいですね。はい、私のまあ河合塾英語科講師という肩書きの最後の本になりますので、これ以降出る本にはつかない最後になります。はい、聞く方と解く方で得点力アップという風に書いてます。そうです、これね肩にこだわってる。明らかに鬼滅の刃を意識して、聞く方で楽々解けて、解く方でスラスラ正答できる。これもうね、いろんな文言ね、決めたんですよね、本当に。あ、これ写真ね、頑張りました。そう、岡崎先生がこのシリアスな顔で撮ってるから、監修の私もちょっとシリアスな顔でって言って、斉藤先生の方は笑顔だから、笑顔でっていう感じなんですけど、これ顔が潰れてるな。こんな感じだったかな？忘れちゃった。ちょっと覚えてないですけど、いっぱい撮って、で、内容なんですけども、どんな感じなのかっていうのは、最初のところでどうやって目を動かすのかとか、どういう手順で解いていくのかみたいな解説があって、で、実際の過去問とか思考調査の問題でこうやってやるんですよ、みたいな説明があります。その後で、で、じゃあ実際解いてみましょう、みたいな感じで過去問と思考調査。なんかちょっと解題もありましたね。書き換えてるやつとか、新たな問題がついてたりとかもありましたね。最後に模試が一つついてます。アルクはまあ今までね、トイックの教材山ほど作ってきました。だからそのノウハウを活かして作りました。共通テストにまあ準拠した形のオリジナル問題、オリジナル模試が入っておりますので、まあ、そちらをぜひ使って最後の仕上げにって感じですね。やり取りのメールが全部僕来るのですごかったな。最初の打ち合わせからもうすごく頑張って書いてましたね。で、まあ私も構成頑張りましたんで、こういう風にした方がいいと思います、ここ直した方がいいと思いますとかってたくさん言ったんでごめんなさい、大変だったと思いますけど、それでいいものになったと思いますので、ぜひともご予約お待ちしております。そして書店でもぜひ見てください。ご購入いただければいいんじゃないかなと思います。頑張りましたんで、はい、よろしくお願いいたします。私の予備校講師としての最後の本になると思いますので、まあ、トフルの本もね、ちょうどこの動画が出てる日はレコーディングが始まっておりますので、そちらも出るんですけど、そちらは河合塾講師ではない予備校講師としての肩書きが消えた状況になります。はい、またそちらもできたらお知らせしようと思います。最後、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.